はい、レオンチャンネルです。ミニプラ列車合体とデュオのまずは各列車の列車状態をレビューしました。今回の動画ではいよいよ5つの列車を使って特急王に合体させていきます。合体の仕方はデラックス版とほぼ一緒で非常に簡単ですね。まずは踏切券を外してレッド列車のこの出っ張りにグリーン列車のこの穴をはめます。カチッと。反対側にも同じ出っ張りがありますのでブルー列車の穴にはめます。さらにイエロー列車とピンク列車はデラックス版と同じでサイドにジョイントが収納されてますからこれを引き出します。ピンク列車も同じ要領で引き出します。グリーン列車の横に穴がありますからここにジョイントをはめます。反対側も同じですね。ブルー列車にはめます。そうすると列車が連結状態になりますね。これは完全にデラックス版と全く一緒です。ではここからまずはレッド列車を上に持ってきてここの穴にはめます。そして先頭車両を前に倒して頭のパーツは一旦外します。そして後ろ側の穴にはめてクイッと倒します。足のパーツのブルー列車とグリーン列車を曲げて肩の部分も回転して倒します。ブルー列車も同じですね。腕パーツは広げて拳部分をずらします。反対側も足は少し広げて後ろのパーツから顔を出します。そして穴にセットして真正面を向かせます。最後は踏切券を持たせれば完成。特急王です。はい、完成しましたね。いや、これめちゃくちゃかっこいいです。とてつもなくプロポーションがいいですね。しかも変形プロセスはほぼデラックス版と同じですからかなりお手軽に変形できます。パーツの付け替えはレッド列車のこの車両のみですね。しかも見ての通りミニプラ版はデラックス版と違って稼働するんですよ。腕パーツも自由に動かせますし顔の向きも変えられますね。足のパーツは角度以外に膝も曲がります。これはいくらでも自分の好きなポーズができますね。いや、今回のミニプラはとんでもないです。後ろはこうなってますね。列車の下の部分が背面になりますから肉抜きもないですね。はい、デラックス版と並べるとこうなります。高さはデラックス版の半分ぐらいですけど、スラッと立たせるとデラックス版をそのまま小さくしたようなクオリティです。かなり再現度が高いですね。近くで見るとこんな感じ。いや、ミニプラ版やっぱり似てますね。そして今回のミニプラ版はデラックス版にない機能がもう一つあって、それが腰の可動ですね。この状態でも自由なポーズは取れるんですけど、腰は動かないんですね。それがパーツの付け替えで動くようになります。まずはブルー列車とグリーン列車を外して、レッド列車も外します。そしてここの出っ張りを収納して戻します。さらにレッド列車も元の位置に戻して、グリーン列車はさっきまでここにはまってたんですけど、このジョイントを倒して、レッド列車にはめます。ブルー列車も同じように、ジョイントを倒して、レッド列車にはめます。はい、これで完成ですね。上下のパーツが完全に分割されたことで、腰パーツが動くようになります。ポージングの自由度が一気にアップしますので、もう完全に自分の思い通りのポーズが取れますね。ミニプラで膝立ちもできます。さらに足を伸ばせばライダーキックもできますね。この可動領域の凄さは死後戦するスーパーロボット超合金と全く一緒ですね。本当にこれくらい自由に今回のミニプラはよく動きます。5体買わないと特急に変形できないんですけど、これは1500円の価値は十分すぎるほどありますね。もちろん踏切券もパタッと倒せばちゃんと銃の状態に変わります。ポーズが取れるとさらにかっこよく見えますね。そしてこれは特急王の背面パーツにはめることで後ろに背負うこともできます。同じミニプラシリーズの恐竜人と並べるとこうなります。高さは今年の特急王の方が少し大きいですね。ただ恐竜人は下半身はよく動いたんですけど、腕のパーツは稼働しなかったので今回はさらに進化しましたね。ちなみに、噛みつき合体することはできないですね。ちょっと幅が足りません。恐竜人に列車をはめることもできないですね。では列車状態に戻していきます。まずは踏切券を外して、足パーツのグリーン列車を元の位置に戻します。ブルー列車も同じですね。そしてつま先もずらして、肩パーツも戻します。ピンクとイエローの腕もまっすぐにして、顔パーツは横にスライドして、後ろに収納します。そして外して元の位置に戻すと。
レッドレッシャーも形を戻して元の出っ張りに刺します。そしてパーツを倒せば、はい、連結状態に戻りました。あとは各列車を分離してジョイントも収納、ブルーレッシャーも外せば、はい、列車状態に戻りました。あんなにいろんなポーズをする特急王がちゃんと列車の形になるっていうのがすごいですよね。はい、ということでミニプラ列車合体特急王を紹介しました。今回のミニプラは1個300円のおもちゃが5体合体するっていうより1500円の特急王のおもちゃですね。特に稼働に関してはデラックス版を超えてるっていうか凌駕してますから、これはデラックス特急王を持ってる人でも強く購入をおすすめします。そして箱の裏を見るとミニプラ第2弾の予告も書いてありますね。この網掛け 80% になってるのはカーキャリア列車とタンク列車ですね。これは5月が待ち遠しいですね。以上、ミニプラ列車合体特急王の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。